いたしました。はい、それではね、長崎ランタンフェスティバル2020前夜祭、最後の演目をですね、行いたいと思います。最後は変面ショーです。先ほどね、絢爛の時に登場した、未来さんが今度はお一人でね、大活躍します。はい、今度はどういった未来さんの一面が見られるのでしょうか。皆様、はい、どうぞ心ゆくまでですね、お楽しみいただければと思います。それでは変面ショーを始めさせていただきます。お願いいたします。すみません、それでは満を持して未来さんが登場いたします。皆様、大きな拍手でお迎えください。変面ショー始めます。よろしくお願いいたします。
すごく今回一番盛り上がったんじゃないでしょうかね。はい、はい、そしたらですね、皆様、これにてですね、ランタンフェスティバル、前夜祭は終了となるんですけれども、今一度ですね、未来さん、京介さん、ひなさんに登場していただきます。未来さん、京介さん、ひなさん、お願いいたします。皆様、大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。はい、それではね、未来さん、3回の出演本当にありがとうございました。今ね、非常にでもアドレナリンバリバリであんまり喋りたくないかもしれないけど、でもね、言いたいことは動きで伝えてくれましたよね。なので一言だけ皆様に今のお気持ちをお願いいたします。最後の最後まで変面者を見に来てくださりありがとうございました。ランタンフェスティバルは前夜祭ということで、まだまだこれから今週をみんなでですね、ランタンフェスティバル盛り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、未来さんのおっしゃる通りね、このランタンフェスティバル前夜祭まだまだ始まったばかりですね。あと16日間控えております。演者の皆さんですね、何卒健康には気をつけていただけるようにね、ショーに臨んでいただければと思います。皆様、そしてですね、今からこの3名の変面師とね、記念撮影を行うことができます。1枚600円ですね、かかります。ただね、すぐできます。お待たせいたしませんので、この3名と一緒に記念撮影撮りたいという方、皆様向かって右側の階段から、どうぞですね、列になって並んで登っていただければと思います。ちょっとだけね、申すならば、この3名で撮れる機会というのはね、なかなかございません。はい、非常にね、はい、今回3名で撮れるというのはですね、はい、あまりあることではございませんので、どうぞこの機会にね、記念撮影を行っていただければと思います。皆様どうぞ、はい、点灯していくためにね、お足元どうぞお気をつけてお並びいただければと思います。そして写真